インテリアデザインは、インテリアのデザイン、またはインテリアをデザインすること。乗り物や、建物内部、室内、家具、内装等のデザインを指す。乗り物では、航空機や自動車、鉄道、船など、建物では、商業ビル、店舗売店、ホテル、住居等の様々な空間が対象となる。職域には、内装材、壁紙、床材、カーテン、家具、 照明等もデザインがなされるため、そうしたデザインとの相互の調整が含まれる。インテリアの項目にある通り、室内は建物や乗り物に生じる空間で、それらがインテリアデザイナーという職能に特に建物では居住空間として、インテリアやリフォームなどの内装を重視するケースについてデザインされ、今日ではライフスタイルをも提案提唱する方向へといざなう。 主な賞として、日本インテリア協会インテリアデザイン賞などがある。財団法人大川総合インテリア、産業振興センターが主催する、全国高等学校インテリアデザイン展などの催しがある。日本の空間デザイン展は、ATC デザイン振興プラザで空間敬語団体が共催している。3DCG ソフトウェアでは、シェードストレイタサンダー3打賞などのほか 建築用 CAD ソフトウェアも多用されている。インテリアデザインを学ぶために、インテリアデザイン学科、国立職業、リハビリテーションセンターなどにもある、インテリアデザインコースインテリアデザイン科、インテリア科といった、カテゴリー、専門教育を、主とする学科の学校や、室内建築のようなコースや専攻、建築学科や美術工芸学校などや、大阪ガスインテリアデザインスクールといった、 教育訓練施設、大川家具産業のためのインテリアデザイン塾などのものがある。ネバダ大学理の校のようにインテリアデザイン学部などや神奈川大学短期大学部のように小学科と法学科のほか、インテリアデザインといった専門科目外の科目も設置されて学習できる場合などもある。 文化学園大学級文化女子大学では日本で初めてのインテリアについて学ぶためのコースが創設されている。その他、大阪府インテリア設計士協会など各都道府県インテリアデザイン協会や国際デザインセンターなどの各デザイン協会にもインテリアデザイン部会などがある。ありがとうございます。